雄大な自然が広がり、四季折々に登山客を引きつける九十連山。春には美山霧島、秋には紅葉で彩られますが、この時期の九十連山は山頂付近が雪に覆われ、荘厳な姿で立ち尽くします。大仙山の登山ルートの一つ、吉部登山口。急な坂を登り続けることおよそ1時間。水のせせらぎが聞こえてきます。坊ヶ鶴山下にも歌われる倉染の滝。九十連山の雪解け水をふもとまで運んでいます。豊かな自然の表情を感じることができるのが、九十の魅力の一つです。九十山の方であったら、岩とか、岩稜の世界ですよね。ところが黒岳とかになると、自然林が豊かですしね、また川とかも流れているし、だからそれぞれの、魅力があるから、どこに行っても楽しいということでね。倉染の滝から1時間余り、壮大な湿原が広がります。坊ヶ鶴湿原。山岳地に形成された中間湿原としては、国内最大級の面積を有していて、貴重な動植物も自生しています。その湿原のそばにある法華院温泉山荘。鎌倉時代から続く天台宗の霊場で、明治時代から山小屋として利用されています。九州で最も高い場所にある温泉スポットでもあり、登山客に安らぎを与えてくれます。しかし、今は利用客が大幅に落ち込んでいます。オミクロンって有名になってから、ほとんどキャンセルになりましたね。冬だけ来る人いるのよ。そういう人たちが来ないね、今年は。夕暮れ時、人気の少ない湿原を、すすきが揺れる優しい風の音が包みます。そして夜、雲の切れ間からは冬の星座が輝きます。ただ美しい夜空とは裏腹に、地上では、時刻は午前4時です。現在気温はマイナス3度となっていて、テントの中もかなり冷え込んできました。夜明け前、大仙山山頂を目指しアプローチを開始。ヘッドライトの明かりを頼りに、ひたすら上へ上へと歩を進めます。まるで来るものを拒むように、山頂に近づくにつれて雪の深さは増します。夏山シーズンの倍近くの時間をかけてたどり着いた大仙山山頂。午前7時過ぎ、雲の合間から光があふれ、太陽が山々を輝かせます。山頂近くにあるお池、凍った池を太陽が照らし出します。カフェでもやろうかなって、次なる、コロナ明けの時に楽しんでもらえるところを作りたいなと思ってます。特に今年140周年なんで、宿としてそこはなんとか乗り切りたいなって、そういう気持ちです。九州で最も厳しい冬となる九十連山。静けさの中にも春を待ちわびる生命の息吹が確実に芽生えています。